皆様こんにちは。これからの緩和ケアを考える番組、新たな一歩、感染症に配慮した診断時からの緩和ケア、本日もご覧いただきありがとうございます。今日初めてご覧になる方、この番組は新型コロナウイルス感染症の影響で生活に大きな変化が生じている今、緩和ケアを実践している私たちがどのようにして皆様に変わらず安心いただける医療やケアをお届けできるか、その方法や私たちのチャレンジ、そして皆様へのメッセージをお届けしたいと思い解説いたしました。第2回となる今回も皆様の力になれる情報をお届けしたいと思います。私たちはこのシリーズの司会を担当いたします日本緩和医療学会で緩和ケア普及啓発の責任者をしております上村圭一と申します。普段は札幌の都南病院というところで精神科医をしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして同じく司会を担当いたします日本緩和医療学会で普及啓発のお手伝いをさせていただいております東京衛生アドベンチスト病院緩和ケア内科の小坂さやかと申します。よろしくお願いいたします。今回は実際に病院で働く緩和ケア医からのメッセージとしまして、東京都台東区にあります永寿総合病院がん診療支援緩和ケアセンター長広橋武先生にお話を伺います。広橋先生、あ、こんにちは。広橋です。よろしくお願いいたします。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。私今ご紹介預かりました、東京台東区上野にあります、永寿総合病院で緩和ケアの医者をしております広橋と申します。永寿総合病院は、地元の方のがん治療も、しながら、一方で周辺にはより大きな大学病院ですとか、がんの専門病院がございますので、専門的な緩和ケア、具体的に言いますとホスピス緩和ケア病棟ですとか、緩和ケアの外来、そういった、治療を、提供するような役割を担っておりました。まあ、そんな中、今年の3月ですね、9人以内に発熱の患者さんが増え、検査したところ院内感染が判明したという経緯ですが、そんな中まだ当時今ほど新型コロナウイルスに関するその知見が全然まだ我々そうですね持ってなかったので、何も本当にみんな初めてのことで今だったらきっともっとこういうふうに言ってあったんだと思うんですけど、3月の時点では本当に厳しい日々を過ごしてまいりました。いや、本当に頭が下がる思いで、私も広橋先生とはね親しい間柄でいつもやり取りさせていただいて、緩和ケアの中でどこかの病院で起こることを非常に危惧して、あの頃っていうのは我々日々緩和ケアをやっておりましたので、広橋先生の病院というふうにお聞きして、もう大変心配していたんですが、今回、感染側を受けてしまった第一人者が、まさにこのコロナとともにその緩和ケアをですね率先して普及していくという先頭に立っていただいたことに本当に、心からですね敬意を表しております。本当に感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いてちょっと緩和ケアが実際にどんな影響を受けたかですね、このあたりについて少しお話しいただいてよろしいですか。そうですね、もちろん当院独自のって部分もありますし、全国的にという影響もあったかと、思うんですけれど、ちょうどその当院が院内感染を起こした直後、特に4月以降、4月5月と我が国も緊急事態宣言が発令されて、特に東京都は本当に厳しい状況に追い込まれて、いわゆる、当院だけではなく、周辺の病院もいわゆる新規の患者さんの受け入れを制限せざるを得ない状況がありましたり、またいわゆる予定手術ですね、多少延期してもいいような手術は後回ししようというような状況も実際生まれて、特にこれから治療を望まれようとしているがん患者さんを中心に不安を抱えられる日々だったんではないかとはまず思っております。これがまず1点目です、ね。はい。であとやはりやっぱ感染を防ぐという取り組みは本当に大切な部分はもちろんありまして、私どもの病院は、もう特に
多分おそらく日本でも最も厳しい今感染対策をしているんではないかと、まあ、自負というか考えておりますが、うんうん、まあ、というのもやっぱり実際も非常に多くの方を亡くしてしまいまして、うん、この感染症の恐ろしさ、特に悪性疾患を抱えている方が罹患した場合の、厳しさなどを身をもって体験しておりますので、うん、やはり命を守るという一番大事な部分を考えたときに感染対策、具体的に言いますと例えば今 の私どもの病院、病院に出入りするときは必ず熱を測らなきゃいけませんし、うん、はい、をするスタッフとは話さないとまず病院の中に入れませんし、うん、また入院する際もですね、患者病棟ももちろんそうなんですが、他の病棟すべての患者さん、いわゆる事前 の PCR 検査を受けていただく、うん、これはもう前提としております、うん、緊急の入院の場合などはいわゆる救急病棟に入っていただいて、まあ、コロナウイルス感染症を持っているという前提で最初対応させていただくような、やり方になっております、うん、まあ、この辺、まあ、非常に緩和ケアとやや正反対の雰囲気になってしまうのがもう常々心苦しいんですが、うん、まあ、今はやはり守ることを、命を守ることを優先しなければいけないというふうに考えております。どうしたらいいか分からないという部分の大一つの難しさとして、やはり特に緩和ケア病棟、ホスピス緩和ケア病棟では進行がんの方が当然多く入院されてますが、はい、例えば発熱する患者さんとかですね、ええ、当然体調具合悪くなる方多くいらっしゃいますので、がんの進行により、うん、ただそういった症状が場合によっては新型コロナウイルス感染症の影響である可能性もあるという、それをやっぱり常日頃感じながらしなければいけないという悩みも、うん、今私ども当時からずっと抱えております、うん、最後の時間をよりご家族と長く過ごすためにこの緩和ケア病棟を利用するという人は非常に多くて、まあ、そうでなくても一般の病棟で患者さんが亡くなるときというのはやはりご家族がずっとそばにいて亡くなっていくというのが通常のこれまでの流れだったと思いますが、まあ、今回こういった状況で、まあ、私の病院でも未だに非常に厳しい、面会制限があって、まあ、そこをなんとかできないかということで、まあ、広瀬先生いろいろお考えがあるかと思いますが、このあたりについて少しお話しいただいてみましょうか。そうですね、緩和ケアといいますと、もともと患者さんの辛さを和らげるのが主な役割というのは、なんとなくこれを聞いていただいている皆さんも感じていただけるんではないかと思うんですが、まあ、その辛さっていろいろあるわけで、例えば体の痛みとかは我々緩和ケアの医者が、お薬の治療で専門的に治療するということもしっかりできるんではないかと思いますが、ただ患者さんの抱えている辛さってそれだけではなくて、例えば、病気が、進んでいくことの不安ですとか、なかなかご家族と一緒にいれない孤独感ですとか、そういった気持ちの辛さ、まあ、そういったところっていうのは我々が例えば医療者がこういった薬の治療をするからそれが和らぐっていうことはそれだけでは済む話ではないんですよね、うん、その例の当院が院内感染を起こした時ですね、やはり患者さんご家族が会えなくなってしまったことをやはり私は本当に辛く何とかしたいというふうに思ったんですね。でその時に私経験したある患者さんの思い出があるんですが、ご高齢のご夫婦がいらっしゃって、奥様が、まあ、進行がんで入院されていて、まあ、ご主人がご家族でお子さんはいらっしゃらなかったんですが、まあ、ご高齢ということでご主人も看病難しいので入院で見てほしいということで入院されてました。でコロナウイルスが蔓延して面会が難しくなられてですね、まあ、お家で見るっていう選択肢もありますよっていうのはお話はしたんですが、まあ、やはりちょっ と老いたお年寄りの男性一人ではなかなか見るのは自信ないから病院でお願いしますということで、面会できなくてもいいからということでお預かりを続けていたんですが、うん、ある日病院の玄関にやってきて、その時我々の病院完全にもう出入り禁止だったんですけど、うん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 、病院の玄関に就営室にやってきて、うん、もうなんとか寂しいから一目でいいから顔見させてほしいと泣きついてこられたんですね、うんうん、でも面会はできないんですよということで謝ったんですが、まあ、本当にそれでもなんとかっていうことでずっと泣き続けていらっしゃったので、うん、その時にちょうどオンラインで少し顔を見せることができるんじゃないかってちょびっと自分考えてたので少し準備してまして、私が持ってるタブレット端末を持っていて、はい、そのご主人はスマートフォンをお持ちだったんです。あ
ただご高齢でちょっと使い方があまり分かってらっしゃらずいやスマートフォン持っててもビデオ機能は使える高齢者少ないですからね。そうなんですね。アプリのダウンロードから分からなくてですね、はいはい、結局玄関のところにうちの別のドクターを派遣して、うんうん、LINE をとりあえずダウンロードさせて、うん、で私は病棟の方で患者さんのところにいて、でその両者を病棟は自分のタブレットで、で患者さんはご家族は、そのご自分で先ほどダウンロードしたスマートフォンの、LINE でつないで、で顔を見せることができたんです。あ、でその顔を見せた時の本当その瞬間 のご主人のリアクションが今でも忘れられなくて、うん、あ顔見れたって言って本当にすごく笑顔になって、うん、こんなに幸せなことはないですよっていうのをおっしゃってくださって、すごく喜んでくださって、うん、で私患者さんの方にいたんですけれど、患者さんはもともとちょっとなかなかもうしばらくご主人と前ずも結構日々ぐったり過ごされてたんですけれど、うんうん、あまり多くは喋れませんでしたが、にっこり微笑んでくださって、うんうん、なんて言うんでしょう、もちろん会えないことは悲しいことではありますが、なんかこういったことも大切な緩和ケアの取り組みだなと、私自身何か患者さんご家族に役に立つことがこんな状況でもできるんだなっていう、自分自身にとっての癒しにもなったというか、うん、なるほど、うん、いやそれは、先生のその後 のクラウドファンディングのですね、多分大きなきっかけになったのが今のエピソードだったんだなというふうに思いますが、あれですね、だからクラウドファンディングはもうタブレット自体を病院さんにこう配るというような取り組みなんですね。そうですね、先ほどのような経験をして全国にこの活動を広めようと。でどうしても患者さん側がご自分でスマートフォンですとかタブレット端末を、持っている方は少なくともいらっしゃるんですけれど、うまくお使いになることができなかったり、また通信環境が病院で患者さん用に使えるっていうような環境が整ってないなど、さまざまな壁がありまして、そういった部分を乗り越えるために今回そのタブレット端末を配るというところからまずクラウドファンディングを始めました。なるほど、ありがとうございます。大坂先生いかがですか？そうですね、本当に私たちも手探りだった中で、その何かこう前向きに今までなかったものをやってみようっていう心になりづらいっていうか、どうしても守りに入っちゃったり、内向きに内向きに、患者さん方もそうでしょうし医療者としても思うんですけど、そこでこうよっしゃクラウドファンディングやってみようっていう風に、発案されたってこと自体がとっても素敵だなって思ってます。予想を上回る結果だったとお聞きしましたけれども。そうですね、最初は全国から300万円ほど集まれば十分かなというふうに思って始めたんですが、最終的に多くの、マスコミの方々にも取り上げていただくなど、そうですね、はい、約1600万ほどの支援をいただきまして、うんうん、現在今その活動を続けておりますが、約100施設、以上にこういったタブレット端末やを配布したり、またこういったオンラインでの面会をするためのノウハウを共有するような活動を今続けているところです。ありがとうございます。私はあとどうしてもちょっと聞いておきたいことがあるんですが、私の経験ではですね、がん患者さんが最後の場所としてご自宅で最後までいたいというふうに希望される方がものすごい増えたというふうな認識でいるんですけれども、これは緩和ケアにとっては非常に良いことというか、その自宅でなんとかやろうっていうなんかこう雰囲気を患者さんとご家族に持ってもらうという意味ではですね、すごいなんかこうプラスだったなというふうに思っていて、やっぱりちょっとこれを契機にこうなんかちょっともうちょっと前向きに変えていこうというような雰囲気もあるんじゃないかなと思うんですが、この辺広橋先生どうお感じになってますか？全く同感で、当時3月4月と我々どもに入院してた患者さんも、できるだけお家で過ごせる方は
お家の方がもしかしたら、うん、少しでもストレスなく過ごせるんじゃないかということで、うん、在宅療養に移行された方は少なからずいらっしゃいますし、それ以降、やはり緩和ケア病棟のへの入院をお考えになってた方もできるだけ、例えば入院をせめて遅らせて、お家で長い期間過ごせるようにするとか、うん、もしくは最後の非常に限られた時間であればなんとかお家で、ご家族も看病できるからということで、もちろんご家族だけじゃなくてお家で、看護師さんや介護士さんなどいろんなさまざまなサポートをいただく準備をして、お家に最後 の限られた時間を過ごしになるという選択肢も、以前よりは間違いなく増えているんではないかと思います。ただ在宅医療を担当される医療者の方々はもちろんその環境の中で感染への対策っていう部分は苦労されていると思うの で、うん、またそこはそこで別の苦労はあると思うんですけれど、ただ患者さん側からしてみるとお家で過ごすっていう選択肢を今より考えやすくなったんではないかというふうに思っております、うん。先ほど私が中心でやっているクラウドファウンディングで、全国からさまざまな施設からそういったオンライン面会やりたいっていう取り組みのご要望も届いているんですけれど、私最初は都心の病院がやっぱり多いのかなと、面会制限厳しいと思ってたんですけど、意外と都心の病院はほどほどでして、実はあんまり感染が広がっていない、もう全国地方からの申し込みが人も多かったんですね、うん、でなんでかって言いますと、やはりまずはご高齢 の、 例えば、患者さんが入院されていて、その例えばご家族、特に息子さんとかが都心にいらっしゃって、でやっぱ今って東京をはじめ都心の方が地方に行くのっていうのは感染を広める可能性が高いということで、できるだけ控えるような状況ですので、どうしてもそもそも病院の面会制限もあるのかもしれませんが、それ以上にやはりまず近くに行くこともままならないっていう状況で、そういった遠く離れた人たちでもつながれるっていう、なんて言うんでしょう、これまでなかった新たな展開というか、遠くてもつながれるっていうような試みがこの会議を通じてできたという役割を作ることができたんじゃないかというふうに思っております。確かにそうですね。私は札幌という北の方におりますので、もう横浜とか首都圏のご家族と確かに面会できるようになったというか、こうより話せるようになったっていうふうにおっしゃってる方はいますね。今まで多分そういう遠隔に面会をするなんてことを考えてらっしゃらないので、いや息子は飛行機だから来てくれないんだなんて言って諦めてましたけどね。そうやってちょっと家族との距離のあり方を変えるというか、そういったきっかけにはなったかなというふうに思いますね。小坂先生のところも緩和ケア病棟ですね、はい、ホスピスですね、はい、ホスピスです。同じような経験されたかと思いますが、はい、補足いただければと思います。そうですね、ホスピスに関しては最後に近い時間を過ごす方が多いので、そこは広橋先生がおっしゃったようなことで、我々も試行錯誤、先生方のいろいろな先に経験なさったことを本当に参考させていただきながらやっているつもりなんですけれども、一番いろいろご経験なさった方として、その今病気を持ってるけど日常生活ちゃんと送ってらっしゃるっていう方々にも何かメッセージがあったらと思います。そうですね、私どもの病院ホスピス緩和ケア病棟だけではなくて、治療されている方 の、 支援もそうですし、外来でも通院されている方も多くいらっしゃいますし、そういった中で同じ今大坂先生おっしゃられたような悩み事を抱えている方多く日々向き合っております。でそういった中でもちろん明確な答えっていうのは難しいんですけれど、やはりその患者さんにとって何が大切なことだってことをやっぱお話を通じながら一緒に見つけていき、もちろんその中では病気の治療が何より大事だから、それがうまくできるだけ続けられるような対処をしていきたいって方もいれば、中にはお仕事を続けながらしていくということを大事にされている方や、ご家族と一緒に過ごすということを大事にされている方も当然いらっしゃいますので、その方が人生において何を大事にしているかということを一緒に考えながら、その患者さんにとって少しでも最適な答えを一緒に導き出せるような関わりをしてきたらと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に広橋先生、ちょっと視聴者の方からすると、やっぱりこのコロナの感染症によって
まあ、緩和ケアっていうのはですね、なかなかちょっとこう病院の中でこう受けにくくなったのかなとか、やっぱホスピスはちょっと入るのは難しいんだろうかっていうような印象を持たれてる方は多いとは思うんですけれども、私たちがあれですね、同じようにがんの患者さんが痛いと言ったら、適切に痛みのケアをして、適切に医療用の麻薬を使って、気持ちが辛いと言ったらそこを支えるという取り組みについては、別にコロナの感染症前後でも、変わらずに、質の高いものを提供できるということで、よろしかったでしょうか。本当に上村先生おっしゃられた通りで、緩和ケアの一番大事にしている根底にあるものっていうのは何ら変わってないんだと思ってます。もちろん細かい環境の変化はあったかもしれませんが、病院だろうがご自宅だろうがどこだろうが、どこでも緩和ケアがしっかりと受けられる世の中で、あるべきだと思いますし、我々はそのために精一杯に、活動していかなければいけません。患者さんがその時その時で望む、過ごし方ができるような、支援をしていくという一番大事なところは全く変えることなく、まあ、ただ感染症の状況っていうのは常日頃変わってきますし、新しい知見、こういうふうに対処すれば大丈夫ということも今後見えてくると思いますので、その時その時で、一番最善の選択を今後も続けていけたらよろしいんじゃないかと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ぜひ私たちもですね、もうコロナかコロナかって言ってなんとなく下向きになっていますが、まあ、広橋先生そこをですね、これはタブレットの遠隔面会のチャンスだと言って、まあ、クラウドファンディングによって新しい面会のあり方、家族との最後の過ごし方というのを展開いただいて、下を向いただけではいけないだなと思って、非常に励まされた、次第です。で、今日第2回ですが、実践的な、内容として最初の回ということで、素晴らしい滑り出しを切っていただいたなというふうに思っております。本当にありがとうございます。はい、本日は本当にありがとうございました。広橋健先生でした。ありがとうございました。これからもこの番組では皆様の疑問やご心配、一緒に考えてまいりたいと思っています。ぜひ感想をお寄せください。そして次回ですね、次回も、実際に緩和ケア医として病院で働いているドクターからお話を伺います。次回は福岡県から登場いただきます。またこの番組良かったよって思った方はぜひチャンネル登録していただきまして、高評価のボタンを押していただけると大変我々励みになりますので、よろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。